今週のテーマランキング、ご飯が進む曲ランキング、注目の第2位は、たとえ世界が辛くても夢があるでしょ、いろいろと。長野県サイコロステーキさん、愛知県来るなら神田和さん、他からリクエストいただいてます。第2位はマクロスフロンティアから、ランカリーイコール中島めぐみ、人参ラブジュ、イエーイ。そしてエコの第1位はこちら、おいでよネバネバランドへ、一緒にネバネバしよう、ネバネバしよう。神奈川県キラッキラッカリーさん、埼玉県ブーさん、他からのリクエスト、ご飯が進む曲ランキング堂々の第1位、マクロスフロンティアから、ランカリーイコール中島めぐみ、スターライト納豆でした。ということで、ほとんどですね、マクロスフロンティアです全部、はい、しかもですよ、5曲中4曲がめぐみちゃんの曲ですね、うん、はい、はあ、そうですね。まあでも言うても全部中島さん噛んでますよ。もう4位もね、そっかそっか、2人の2人で歌ってますから。そうだね。うん。CM なんか大人気よね。ということのようなんですけれども、まあなんかあれなんですかね。やっぱりご飯食べてる時ってこう落ち着いて食べたいじゃないですか。はい、そう考えるとなんかめぐみちゃんの声っていうのは癒しなのかもしれないね。まあそういうところはあるとは思いますよ。うん、落ち着くんだろうね。第2位のね、人参ラブジュイエーのね、うん、こちら静岡県シルビーノさん。野菜の中で人参が一番好きなので、この曲にさせていただきました。初めて聞いたときは、なんだこの可愛さは、と、度肝を抜かれました。はぁ。なるほど。確かに、この曲を初めて聞いたときっていうのは衝撃がありますよね。はい、私もです。ああ、そう。デモテープを聞いた瞬間に衝撃を受けたなって今。出たデモテープ。仮歌とか入ってたの？入ってました。もしかしたら菅野さんが歌ってたのかな？どうやらそうらしいぞ。それは衝撃だろうな。すごい。どう歌おうかって悩んだでしょ。可愛いな。いや、そりゃ可愛いだろうな。だから、その可愛いのをやるのか。そうなんですよ。これ以上可愛く。あと、これどんなシーンなのみたいなさ。あ、それはもうありましたね。人参かぶるんだよって言われた瞬間。どういう流れでって思うよね。うん、思いましたね。まだ、だってこれいつ頃？これは。オンエアで使われたのも結構序盤じゃない？そうですね。でもまだ実はアフレコ始まる前からあったわけなんですね。うわぁ、それはちょっとまだ不安になるだよね。マクロスフロンティア大丈夫か多いって思うよね。結構レコーディングまで1、2曲しかやってない時にこの CM なんかのお話。じゃあ愛覚えていますかとか。そうなんですよ。そういうの撮って次がここなんだ。はい、びっくり。びっくりだね。それは。それはびっくりだわ。はい、うん、この大人たち信用していいのかなって思うよね。いや、このプロジェクト大丈夫か、大丈夫かなこれ。なんか CM ソングをね、歌わせてもらえるとかなかったんで、そうだよね、すごいキャッチーで説明聞いたら人参かぶるんですよ。そうなんですよ。でもね、そこでうわ大丈夫かって思うよね。私がって思ったよ。人参かぶって戦うのかなみたいなね。よくどんなアニメなんだろう。確かにそこに繋がるかも。ねえ、ですよね。ということで、嬉しいです。はい。はい。そして第1位、スターライト納豆、こちら島根県グランテスさんです。僕が選ぶご飯が進む曲はマクロスフロンティアのスターライト納豆です、うん、この歌を聴いているだけで食欲が湧いてきてご飯3杯はいけます。おお、ぜひ納豆食べてください、うん、ぜひぜひ。僕納豆いけない口なんでね、あれなんですけど、それを主張しなくてもいい。ダメですよ。いやいや、だからこの曲を聴いて納豆を思い浮かべてもご飯3杯いけないんですけど、うん、やっぱり好きな方にとってはね、毎日食べてるとか、あ、毎朝食ってる方とかには曲聴いて、こう、あ、朝俺食べてるっていう思い出すと同時にですよ、うん、口の中にその時の味が広がるんでしょ。まあ好きじゃない人は本当に好きじゃないですからね、うんうん、まあ僕普通に納豆好きなんで食べてますよね、うん、とっても美味しいと思いますけれどもね。あのおじさん、あの狭い楽屋とかで突然食べ始めるから臭くてかなわないのね。あのね、納豆巻きをね、無償に食べたくなる時があるんで、ね、よくあるよね。結構このラジオの時多々あるよ。あなた食べてますね。イベントの楽屋で食う時あるからね、たまにね。そうなんですね。そう、納豆巻き好きなの。お好きなんですね、うんうん、買ってきては食ってるかな、じゃあ、うんうん、そうなの。中村の横でね、にちゃーさせながらね。なんだろうね、もうちょっと前回の収録の時におにぎり食べててみんなが不安になるっていうね、はいはい、ありましたね。僕があまりにもボロ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 こぼすもんだから、なんだろう、ごめんなさい、時間かかります、大丈夫ですよ、つって。有田さん大丈夫かなっていう不安な目でみんなに見られて。困るわけですよ。はい。そう、あ、ね、今、またこぼした、またこぼした、みたいな、うん。あ、大丈夫です、ちゃんとこぼしてる自覚ありますんで、つって、下にこうちゃんとね、ビニール引いてるんで。はい。受け止めてますよ、つってね。ありましたね。はい、あるからね、そんなことも、気をつけてね。気をつけましょうね。はい。みんなも気をつけてね。はい。そういうコーナーじゃない。